小出さん。はい。あ、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい。今日のテーマなんですけれども、はい、核兵器のことについてお伺いしたいと思います。はい。2月の12日に、北朝鮮が核実験を強行しました。これに対して、アメリカ、中国、ロシアをはじめとした、まあ、核保有国が中心となった、安保理、国連の安保理でですね、まあ、制裁決議が上がりました。自国だけ核兵器を持って、他国に核兵器開発するなというのは、まあ、これは、これで非常に、不平等なことではありますけれども、それはそれとしても、やっぱり北朝鮮が核開発をするというのは非常にやっぱり憂慮されることでありますが、以前ですね、小出さんは、北朝鮮は核兵器開発に成功していないと見ておられるということをおっしゃいましたけれども、この辺についてもうちょっと今日詳しくお聞きしたいんですが、もともと朝鮮民主主義人民共和国という国の核疑惑というものが起きたのは1992年のことでした、はい、でその当時に IAEA 等が散々査察等を行ったことがあったのですが、核兵器を製造するためには2つの道筋がありまして、ウランを使う道筋とプルトニウムを使う道筋です、はい、で広島に落とされた原爆がウランを使って作られていましたし、はい、長崎に落とされた原爆はプルトニウムという物質を使って作られていました、はい、で朝鮮民主主義人民共和国の場合には、核分裂性のウランを濃縮するという技術も工場もありませんでしたので、もしあの国が核兵器を作れるとすればプルトニウムで作るしかなかったのです、はい、ただし、朝鮮民主主義人民共和国にはまずそのプルトニウムを作り出すための道具つまり原子炉ですけれども、原子炉は大変小型の小さな実験用のものしかなかったのです、うん、熱出力という原子炉そのものの大きさでいうと25,000キロワット、日本には100万キロワットという電気出力の原子力発電所がまあ何十もある。電気出力100万キロワットというのは熱出力でいうと300万キロワットになりますので、朝鮮民主主義人民共和国が持っていた25,000キロワットというのは100分の1以下ですかね、はいはい、もう本当にあの話にならないほど小さな原子炉しか持っていなかったのです。でその原子炉をいくら効率的に動かしたとしても、作り出せるプルトニウムの量なんてもちろん知れているのです。でおまけにプルトニウムというのは原子炉の中で作っただけではダメで、それを使用済みの燃料の中から取り出すという再処理という作業ができなければいけない。ただしそれはもう猛烈に危険な作業でして、大変な被爆作業だし、はい、環境汚染ももうそこら中で引き起こしてきた作業なのです。でそれを行うためにはいわゆる再処理工場という工場が必要なのですが、はい、1992年の時点で朝鮮民主主義人民共和国には再処理工場がなかったのです、はい、つまり取り出すことすらができないという、そういう状態でしたので、あの国に核兵器があるということは私はそれこそありえないことだと思いまして、そのように発言を続けてきています。あ、なるほど。それはまあ90年代、前半のそうです話ですが、そうです、北朝鮮が核実験をですね2006年、2009年、2013年に、やったと、はい、主張しておりますが、はい、まあ、時間的に言うと、まあ、14年の、年月が経ちました。この間に開発が進んだというふうには考えられませんか？あるかもしれません。放射化学実験室という、非常にプリミティブな再処理工場が、まあ、90年代の初めにも、まあ、建設途上であったわけで、はい、それをその後も建設を続けて、ひょっとしたらば完成させたということはあるかもしれません、はい、ただし先ほど聞いていただいたように朝鮮民主主義人民共和国には本当におもちゃのような工場しかありませんので、取り出せたとしてもプルトニウムの量は本当に知れている量でしかありません。今年になってストックホルムにある国際平和研究所というところが
また今年度版の年鑑を出しましたけれども、それで考えられている朝鮮民主主義人民共和国が持っている核弾頭の数も、はい、せいぜい6発から8発だというのです、はい。そして例えば朝鮮民主主義人民共和国といまだに戦争状態、つまりまあ休戦協定しか結んでいない米国という国は、はい、その核弾頭の数で言えば7700発も持っているわけで、もう戦争をしている当事者同士の数の比較で言うなら、もう話にならないほど小さなものしか持っていないのです。はい、はい、そうですね、はい。2006年、そして9年、13年、北朝鮮核実験をやったと主張しています。はい、ハムギョン北道のプンゲリというところに、はい、まあ、地下に穴を掘って、はい、そこで爆発をさせたと、はい。で、直接それはもちろん映像で見られたわけでもないんですけれども、はい、何らかの大きな地震といいますか、はい、地下で大きな爆発があったということは、はい、まあ、あの国際機関、いろんなところの調べで、まあ、明らかになってますね。はい、で、これは、核実験として、核開発、核爆弾の実験としては、どう理解したらいいんでしょうか。未熟なものだと理解したらいいんでしょうか。非常に小型と理解したらいいんでしょうか。いずれにしてももう話にならないほどの小型のもの。はあはあ、で、ただ小型の原爆を作るということは、それなりに難しいことなので、朝鮮民主主義人民共和国に言わせれば、どうだ俺たちはこんな小型の原爆だって作れるのだぞという、そういう言い訳になるのかもしれませんけれども、はい、観測された地震そのものは普通の火薬でも火薬を使った爆弾でもできるほどの地震のマグニチュードでした。あ、それその程度しか過ぎなかったということですね。はい、ですから、あの、なんか皆さんも、その時の地震が必ず核爆弾を爆発させたための証拠だというふうにおっしゃるわけですけれども、はい、私はそれは直結しないと思います。あ、それでまあ見えないところで、あたかも大きな武器を持ったということを、まあ、誇示するための一つのトリックのようなものの可能性もあると。はい、まあ、私はそう思っているので。なるほど。その後ですね、はい、ウラン濃縮のための道具をいろいろ揃えたり、ウラン濃縮の、実験場でしょうか、はい、それをアメリカの核開発、核、研究者に直接見せたりということもしてますけれども、はい、これも進展は進んでいないというふうに見られますか？進んでいるとは思いますけれども、ウラン濃縮という技術は大変難しい技術でして、例えば日本だって、まあ、やろうとしてきたわけで、人形峠でパイロットプラントを作って、その技術をもとに青森県六ヶ所村に巨大なウラン濃縮工場を作ろうとしてきたのです、はい、しかし作れば作るだけどんどん壊れていってしまいまして、うまくいかない、はい、そして昨年度から新型のまたウラン濃縮施設を作ろうとして今やっているところなのであって、簡単にできるものではないのです。ですから、まあ、米国と戦争状態にある国ですから、もちろん何とかしたいという思いはあるでしょうし、それなりの努力もしているだろうとは思いますけれども、いずれにしても容易ではないし、あの国が核兵器を簡単に持てるというふうには私は思っていないのです。なるほど、はい、核技術者として、まあ、実際にそんな簡単ではないからということですよね。はい、なるほど。もうちょっとお聞きしたいんですが、はい、また、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました、小池さん。はい、ありがとうございました。